前太郎は日本の政治家家実業家東京生まれ。ゴルフ場経営で財を築いた、実業家で新日本観光工業の創立者である、佐々木慎太郎と、糸山道子との間にできた子。幼少時は巨弱時で、4歳の時には、駅里で視線をさまよった。東京府豊島市藩学校付属幼稚園を経て、5歳の時療養で、藤沢市に転居。 男の子についていけないことを危惧した母の判断により、私立の女子校である清楚の女学院附属小学校に入れられたが、女の子ばかりの学校に適応できず、4ヶ月で私立湘南学園小学校に転校。ここは男子校だったが、巨弱児童であるためにいじめを受けた。3年生の時、脊椎カリエスを病み、出席日数不足で落第。 かつての同級生に遅れを取ることが我慢できず、藤沢市立藤沢小学校に転校。コルセットが取れなかったため、ここでもいじめを受けた。6年生の夏、受験のことを考えて、東京都渋谷区立臨泉小学校に転校。ここでもいじめを受けそうになったが、1年遅れで、体が大きかったことから番長を投げ倒し、新しい番長となった。 この頃、自らの母が、佐々木慎太郎の制裁ではないことを知って、自暴自棄になり、慶応受験を断念して、渋谷区立広尾中学校に入学。喧嘩と恐喝、酒と、タバコに明け暮れる不良少年となり、自主退学や高校で生息中学校や文京区立、第三中学校を転々とする。遊興費欲しさにポルノ写真を売ったのが、人生最初のビジネスだったが、 売りつけた相手が刑事だったために歪説物販物反で、富坂警察署へ連行されたこともある。都立高校の受験に失敗して、独協高等学校に入学。ここでも、たびたび暴力事件を起こして、警察の世話になり、二年生の時に、父親から感動を受ける。この時期、特に学習院に通う両家の指定を目の敵に、していたという。19歳で、 日本大学経済学部に入学。1962年、高校の後輩を助けて、臨時を受けたことへの復讐で、恐喝事件を起こし、被害者から大塚警察署に告訴されたが、検事の恩情により起訴猶予となる。この事件を機に、暴力の世界から足を洗い、1962年に、日本大学を中退して、日比谷商事に就職。 中古会社のセールスマンとなる。一年間で77台の車を売ったのは、当時の業界の新記録だった。入社一年目で独立したが、顧客の裏切りで35万円の穴を作り、父に泣きついたことから新日本観光に入社することになり、半年間のキャビ研修生活を経て、ゴルフ場の運営で実績を上げる。百六十八年には、 常務関西支社長に昇進。1970年12月、笹川良一の命で、笹川の弟、笹川良平の娘である桃子と見合い結婚して、資金的にも恵まれるようになり、正解、投資にも進出。 1971年8月14日から翌1972年3月10日までの188日間に、渡り、大阪証券取引所を舞台に、中山成功所の株を巡りして戦を展開。近藤つむぐ社長の近藤信夫を相手取って、徹底的に、中山成功所の株を買い漁り、して戦に勝利を収めて、一躍世間に名を知られるようになった。 後の総理大臣、中曽根康弘の秘書を経て、1974年、石原慎太郎の後押しにより、自由民主党から第10回参議院議員、通常選挙に、全国区出馬、32歳で参議院議員に初当選するが、選挙期間中から、近県選挙ぶりが、マスコミの字幕を集めた。さらに、 当選直後に大規模な選挙違反が発覚。選対本部長をはじめ経営していた会社の社員、ギャンブル関係者など142人が逮捕され、1287人が検挙されるという当時としては、最大規模の選挙違反事件に発展した。岐阜の笹川良平は初犯だったが、この選挙違反で実刑判決を受けた。任期が満了した1980年の、 第12回参議院議員通常選挙には、一時期埼玉県選挙区からの出馬を検討していたが、宇野徹の選挙違反事件、浜田光一の金銭スキャンダルが問題となっていたこともあって、出馬を断念。1983年の第37回衆議院議員総選挙から、衆議院議員に転身、一度の落選を挟んで、中選挙区の埼玉3区で3回当選。 1996年、任期途中に辞職した。井上薫以来の鈍感折りの項目と評されたことがある。新日本観光株式会社等の会長職についており、東京都港区にある自社ビルの在等山タワーには、自らも居住する。糸山整形塾を主催し、湘南工科大学の名誉総長及び名誉教授も務める。2004年6月に、 長男の太一郎を新日本観光株式会社の代表取締役副社長に据えた。過去に日本航空の株券を所有し、1998年には筆頭株主になったこともあり、上場廃止まで個人筆頭株主だった。2002年にエグゼクティブアドバイザーに就任したが、経営危機器が表面化した2009年にエグゼクティブアドバイザーを辞任した。 ありがとうございます。